風呂に入ってくる。水浴びぐらいならここで十分だろう。じゃ、行ってくる。あ、待って。上着脱いで。は？なら、何言ってたお前。何言って、洗濯に決まってるじゃない。アルルトが水浴びしてる間に私は向こうのほとりで洗濯しようと思って。それぐらい自分でやれ。いいからお前は向こう行ってろ。遠慮しなくていいのに。お屋敷にいた時もよく二人で洗濯してたっけ。洗濯物の干し方のことで最初は大喧嘩になったな。襲われたのかと思ったじゃねえか。あんまりジロジロ見んな。ごめん。なんか意外と筋肉質っていうか、男らしい体つきっていうのかな。ドキドキしちゃった。今服着るから待ってろ。さっき、え、春って呼んでたの。そのとっさにというか、嬉しかった。なんでだろうな。俺、お前を傷つけてばっかなのに、期待しちまうんだ。このままずっと、俺と一緒にいてほしいって。ある。本当は、今でも怖い。エーレン・フリートの前で、まがいを生かしたあの時みたいに、怒りが抑えられなくなって、俺が、俺で亡くなってしまうことが。カッとなって考えなしに飛び出して、屋敷のみんなにも迷惑かけちまった。これじゃクラウスの奴に見放されても仕方ないよな。ここに来てから分かったよ。結局俺は何一つ成長できてないんだって。近づいてるってことじゃない。私、春のそばにいるよ。これからもずっと。私にはそれぐらいしかできないけど。
いのか。そんなこと言われたら、俺本当にお前のこと話してやれなくなるぞ。今ならまだいいに決まってるじゃない。私がそばにいたいんだもの。してクラウスに怒られないかな。気にすんなよ。だいたい酔いおもり自体あいつの持ち物じゃねえんだし。ほらいるぞ。え、あ、まあいきなり投げないでよお前がぼーっとしてるからだ。でも、そろそろリンゴだけなのも飽きたな。せめて小麦粉があればパンくらいは作れるんだけどね。小麦粉か。差し入れだよ。差し入れ？じゃーん。わ、野菜に卵、それに小麦粉まで。森の中では不便だろうと思って持ってきました。わー、嬉しい。ありがとう、ウルリヒ。これだけあれば今日は美味しいもの作れるよ。ハールルト、これ本当にお前らだけで考えて持ってきたのか。え、どうなんだ。これはね、内緒なんだ。内緒？ハルの男の保険に関わるから絶対言うなって。ランベルトが。ランベルトが？ルッツ言ってます。あ、しまった。ランベルトが。いるぞ。気扱いしてるんだろ。俺じゃ頼りないからって食料は。ランベルトが本当にそう思ってるなら、ルッツやウルリヒに口止めしたりしないし、自分で私に来ると思う。多分あるなら自分で何とかするだろうって期待してるんだよ。叶わねえ。ランベルトだよ。とてもかなわねえなって。ハルルト。でも必ず超えてやれ。おお、こ
ここが春の秘密基地か。すごいすごい。おいルッツ、いじり回して壊すなよ。ベッドふかふか、気持ちいい。おいコーラ、言ってるそばか。あー、狭いです。4人も入れば狭いに決まってんだろ。いえ、もともとが狭いです。狭くて悪かったな。とりあえずせっかく小麦粉や卵があるから何か作るね。やったー。いったー。天井低いよ。低くて悪かったな。落ち着いて。ある、優しい？俺が？だって昔の春ならこういう時、俺は甘党じゃねえとか言ってプンプンしてたじゃん。それは別に、甘党なのは事実だし、こいつの料理がうまいのも事実だし、そこは素直に認めるべきっていうか。ああ、わかった。こういうのってくれたよ。お前人をからかってじゃねえよ。ルッツの言うことも一理あります。ルリヒ、ハーロルトは昔もっと怒りっぽかった。だけど今は違う。彼女の前では怒らないように気をつけているように見えます。それにこの秘密基地にだって彼女を一番に入れた。ハーロルトにとって彼女はきっと大切な存在なのでしょう。ユリヒ、でも俺はやっぱり二人に戻ってきてほしいよ。無理だ。勝手に出て行ったのは俺の方だし、それにクラウスの奴がそんなこと許可するはずないだろ。クラウスだって本当は帰ってきてほしいと思ってるはずだよ。だからクラウスに謝って、またみんなで楽しく。クラウスですが、最近夜に屋敷を抜けて森の奥で誰かと会っています。クラウスが？一体誰と会ってるの？わかりません。ただ身分が高そうに見えました。やっぱり屋敷には戻れねえな。
クラウスは何を考えてるかわからねえ。こいつを守るにはここにいた方が安全だ。ハル、悪いな、レッツ。俺はこいつを危険にさらしたくない。ハル、ランベルトみたいにうまくはやれねえかもしれないけど。わかった、ハル。本当に変わったんだね、ハル。いつも強くなりたいって言ってるけど、この子と一緒ならもっと強くなれるんじゃない？こいつと一緒？力だけが強さではないと思います。ハールドにとって強さは、一瞬何かが聞こえたような気がしましたが、違っていたようです。ルッツ、戻りましょう。まだ来たばかりだよ。用事は済みました。帰りましょう。では帰ります。いった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 、ウルリヒ、そんなに引っ張んないでよ。気をつけてください。エーレン・フリードか。それだけじゃありません、ハーロルト。あなたはマガ酔いの力で強くなって嬉しいと思いましたか？シュタールの兵士だった頃、同じことを思いました。戦うことはコバル族の本能ですから。でもその結果、俺はこの森へと追放されました。ハールルドには大切な人がいます。俺と同じ失敗して欲しくないんです、ウルリヒ。ハル、大丈夫？さっきの話ならそんなに心配しなくても。ようやくわかったよ、俺の欲しかったもの。ハルの欲しかったもの。俺はお前を守る強さが欲しい。俺短気だしバカだし、背もまだまだ低いし、ランベルトみたいにかっこよくねえけど、マガ酔いの力はもう使わない。もしエーレン・フリートと戦うことになっても、それだけは約束する。俺は俺のやり方でお前を守るから。ハル、嬉しいよハル。しないで。ハルが戦って傷ついたら、その時は私もハルを守るよ。だから何もかも一人で背負おうとしないで。言えるぞ。やっぱお前最高だ。俺から
離れんなよ。絶対。